武三は中華民国、満州国の軍人。当初は北京政府法天派の軍人で、後に満州国で養殖を務めた。名は余文だが、豪の三で知られる。字は蘭派。若年時代は緑林の一味として活動していた。1903年に清朝に投稿して、以後、清朝の軍人として、経歴を重ねる。1914年4月。 東三省工武道に入学した。1920年2月、不評状校団長に任ぜられている。1922年、東三省陸軍第5混成旅旅長となった。1924年、東北独立騎兵第8旅旅長となり、調作陣の英大司令を務めた。1925年、各省令討伐の軍港により、市長に昇進している。 1927年6月、長の自重部官庁となり、陸軍中上位を授与された。10月、呉山は、第5方面軍第30軍軍長として、山西省北部の遠殖山を攻撃し、勝利した。翌1928年になると、中国国民党の北伐軍が優勢となる。同年6月、長作林は逃走中に、関東軍に爆殺された。 そのため、ウサンは、法典派の急拠点に退却した。その後、ウサンは、長学寮の下で、東北東編陳述し、東北編防軍司令長官公所軍事参議官となり、法典省東北道の20県余りを統括している。満州事変後の1931年10月15日、ウサンは、東編法案司令を辞書、中華民国からの独立を宣言した。 満州国成立後の翌1932年3月14日、法天省警備司令官に任命された。1934年7月、満州帝国第一軍艦区司令官に任せられ、翌1935年には陸軍上将に昇進した。同年5月21日、軍政部大臣に任せられ、1937年7月1日、 軍政部改装に伴い治安部大臣となった。1939年4月24日、治安部大臣を退任して、参議府参議に転じる。1942年9月28日に参議を辞任し、翌29日に、長海放、浮吉と共に、軍事市議官に任命された。満州国崩壊後は、北平に隠れ住んでいたが、1949年10月の、 中華人民共和国成立後に逮捕された。1951年5月、武順戦犯管理所内で病没。去年70、ありがとうございます。